本殿門、武蔵国府八幡田宮とは、東京都府中市八幡田町に所在する神社。府中八幡宮、六所八幡神社ともいい、地元では単に八幡神社とも呼ぶ。八幡宮周辺は、江戸名所税に描かれている。当社は、武蔵国の守護神として建立されたもの。御輿は、1934年作成の二の宮御輿で、ある。太鼓は、 大国魂神社の仙台にの宮台湖。出しは昭和26年制作で、流派は船橋流。境内からは中世の河原が出土しており、かつては河原吹きの社殿が存在していたことが推測される。現在は宮司、官主等の神職は不在であり、隣接する大国魂神社により管理されている。国分寺市西本町の八幡神社が、 武蔵国の国分寺守護神であるならば、このように国府と国分寺の守護神が明確に分かれている珍しい例となる。王神天皇や渡神。神社の入り口は旧甲州街道に北面しており、武蔵国府や渡宮と記された石碑と石灯籠そして一の鳥居がある。また、武蔵府中京都カルタの標識がある。長い山道を南へ進むと、半ばに踏切があり、 京王競馬場線が横切っている。踏切を渡ると、京王電鉄が放納した2の鳥居と、立派な新門がある。さらに進んで左へ折れると、すぐ3の鳥居と、長寿舎がある。その先右手に、社務所、正面に、灯籠、狛犬、拝殿がある。本殿は西向きになっている。周りは、杉などの鬱蒼とした林に囲まれている。二の鳥居は、 1955年に、京王帝と電鉄から奉納されたもの。東方5分ほどにある東府中駅の代わりに、当社より北へ、徒歩2分ほどのところに、八幡玉駅という駅がかつてあり、つながりは深い。明治31年、大国魂神社に建設され、平成22年に、当社へ移築されたもの。松を立てない、正月飾り、 武蔵府中郷土カルた大国様と、八幡様が宿を探しており、八幡様が宿を探してくると出かけた切り返らず、待ちぼうけとなった大国様は、松はういものつらいものと言った。その話に出てくる八幡様が、国府八幡宮の祭神であるという。このため、大国様を祀る奥に魂神社の境内に松を植えても枯れてしまうとされ、 市内の正月飾りには松を使用しない習わしとなっている。府中六社の宮の抹社にして、甲州街道八幡田塾の奥に、祀るところは、王神天皇なり、江戸名所図へ総伝府、聖武天皇の行、自治域の国々に勘定支援をするところのもの。これ、皆八幡村の八万宮という、当社も、古いにしえは、本社レードの並び立ちで、荘厳とうとうたり、今は、 かやぶきの勝者なり、江戸名所づえまし者やわた者。女子、三丁三世十歩、勝者、本社より四丁ほど東にあり、この名古屋、やわた村という、鳥槍街道に臨めり、鳥居より、社前に至るまで、左右少女を列す、例祭年々8月15日。新編武蔵風土気候東社南側には、東西に細い道、やわた道が通っており、西は、 軽所道につながり六所宮、東は品川道と滝神社の上のお滝道につながっていた。はうい,いもの、辛いものの意味。ありがとうございます。